はい、こんにちは、僕です。スーパー生活続きをやっていきましょう。6日目ね。とりあえずどうしたらいいのかな。四季の話を聞いていきたいところなんだけど、これ吹き出しが出てこないぞ。あ、出たちょっといいか。まずはミッションの真意を突き止めるぞ。とりあえずスクランブルで情報を集めてみるか。赤いね、パーカーがいるんだな、ここにね。何をしたらいいんだ、今回。突然ですが、死神クイズの時間です。それでは参ります。第1問。104ビルにあるショップは次のうちどれ？何があったっけ？ジープヘブンリー、ペガッソ本店、エドガザショップじゃない？ほほう。第2問。渋谷デパート前の看板には何の絵が描いてある？わかんないわ。ネックレスかな。はいはい、そうきましたか。合ってるのか間違ってるのかわかんない。ノイズレポートナンバー2のビッグバフログ。青い体色が特徴のノイズですが、このノイズの攻撃手段として正しいものはどれ？泡吹きかな。へめへめ、実に興味深い。結果発表。第1回死神クイズ、あなたの結果は？残念。この道は通してあげません。正解するまで通さない。それが死神クイズです。正解を確かめに行ってらっしゃい。何かな？間違ってるとしたら渋谷デパート前かな？ハイヒールだな。ハイヒールになってる。そこだね、多分間違ったの。待って、ここにね、誠くんがいるよ。誠くんだよね、君。絶対無理だよ。何？なんだあいつ。なんかブツブツ言ってるぞ。時間だけが過ぎていく。あと3時間か。やっぱ俺、クビかな。あと3時間何？今は12時。3時間後は15時。おい、あいつ何か知ってるかも。やる気ないな。どうしたんだ？今日はやけに静かだな。とにかく、あいつをスキャンしてみるぞ。あれ、見えなくない？3時間これか。ちょっと隠れてるんだけど。社長は一体何を考えているんだ。大金かけて、旧フロアに CM 流すなんて、一瞬しか映らないのに、誰の目にも入らないよ。これかな？視界を詰めろみたいな。視点？ 15 時 CM？ 目に入る？まさか。おい、今日のミッションはこれじゃないか。そうなの？そうなのじゃないわ。いいか。15時。まず時間が一致してる。目は視界とも一致するな。いや、でも旧フロアってなんだ？ネック、あれ？旧フロアって書いてあるな。スターバックスコーヒーの上ね。旧フロアってあそこにあるスクリーンのことよ。CM が流れてるな。どうか、視界を支配ってのは、交差点の人たちに、15時の CM を見てもらうってこと？その可能性は高いな。CM なんてみんな見ないよ。普通前とか下とか見て歩くもん。そこをなんとかするのがミッションなんだろ。とにかく CM を街の人に見てもらうしかない。だいたい何の CM なの？俺に聞くな。俺だって知らないんだから。CM についての情報をあいつから見てみるか。もうダメだ。どうにもならないよな。やっぱり俺はダメだな。こっちもやる気がないぞ。クソ。ノイズに取り憑かれてる。あいつについたノイズを倒すぞ。しきちゃんのやる気がないんだけど、ちょっと待って。ピグノイズをちょっと探したいな。ちょっとうろうろしてみたい。結構ね、今回自由度高いよ。ここにね、ピグノイズがどっかいる。死神がいる。いた、ここにいたわ。大体のおおよそのね、場所はわかる。鳴き声の方向でね。今回は倒せるかな。またいっぱいいるな。待って、倒せないんだけど、これあれかな？本体は一体だけなのかな？どれが本体か見分けつかないんだけど。全部を倒すのはちょっと厳しいですね。どれが本体か。こいつだな。わかんないけど。
違った。もう出すしかねえ。これミスるとね、時間が減ってるということに気づきました。ミスらないように正解だけを当ててけば、どんどんね、カウン、あべ、喋ってるとダメだわ。ミスらないようにしていかなきゃいけない。わかんない。合ってる合ってる。3倍までいけましたね。倒してほしいな、倒してほしいな。倒せるかな。ダメだった。これ難しいな。3体倒さなきゃいけないのかな。1匹逃がしちゃう。もうダメだ。もっと強くなったらまた来んよ。ん？なんだお前ら、この道を通りたいのか。じゃあこのエリアのピグノイズを倒してみろ。お前らちゃんと豚アイコンチェックしてるか。そのエリアにピグノイズがいるかどうかは豚アイコンが光ってるかどうかでチェックできるぞ。それとここだけの話だけどな、あいつら出現するときにブヒって泣くんだぜ。なんていうか、いや、なんだよなんだよ。とにかく倒してきたら倒してやる。倒せないわ。じゃあ通れないわ。倒せる気がしないんだけど。モルコ前とか行けるんだね。いや今回ね、自由度高いぞ妙に。あ、ここもピグノイズいるな。多分ね、この辺にいるんじゃないかな。そこにも死神がいるな。まだ一匹ならなんとかなりそうな気がする。あ、でも一匹でも強いやつは強いからな。早いんだよこいつ。行ってくれ行ってくれ。ダメだった。いや妙に速い動きが。足止めできないんだけど。いやマジ追いつけねえから。無理だ無理だわ。ピグノイズが全然ね、倒せなくなってしまいましたね。なんだお前ら、この道を通りたいのか。ムラサメを1枚持ってこれたら考えてやってもいいぞ。ただし、バチのレベルは3以上にしてこい。なかなか優秀だな。通してやるよ。あ、持ってる持ってる。丈夫な皮。1000円。通してもらいましたね。スペイン坂の方まで行けるよ。この辺でもね、用事ないんだよね。いや、なんでこんなに今回さ、いや、どこにでも行けるよ。今まで行った場所。あ、この奥は行けないっぽいね。今どの辺なんだこれ。千鳥屋海館っていうのがどの辺。あー、あの辺か。うん、これ警察署じゃないの。違うのかな。で、AMX 前ね。AMX ってこれ何だ、実際は何なんだっけ。なんか似たような名前の CD 屋さんがありますよね。まあ、とりあえず、スクランブル交差点に帰って、死神クイズをね、ちょっと攻略していきたいな。リベンジ。ちゃんと調べてきましたか？それでは参ります。第1問。マルシー。これはね、江戸型ショップで間違いないと思う。多分ね。で、第2問。渋谷デパート前の看板はハイヒールだった。で、第3問。ナンバー2のノイズの攻撃方法は泡吐き。どうかな？結果発表。あなたの結果は？大正解。この壁を解放します。忘れた頃にやってくる。それが死神クイズです。ではまた会う日までさようなら。定期的にあるんだっけ。5000円でかいな。ここ通れるようになったけど、どうしたらいい。あ、待って、こっちって行ったことないんだね。ハテナハテナになってる。こっちセンター街だよね。あ、今初めてセンター街の方行けるんだ。え、ここにも赤パーカーがいるよ。この道を通りたければ、バッジ、レアメタルを3枚持ってこい。ノイズレポート、ナンバー58のノイズが持っている。バトル難易度はノーマルで挑め。あ、まだそんな持ってないんだ。58番で誰だろう。58番、倒してるかな？倒してないな。この辺にいるのかな？ちょっと適当に戦ってみようか。なんか見たことないノイズのアイコンですね、これね。どんなノイズ？鳥だな。いや、結構強いんだけど、敵が強えぜ。OK。
落とさないな、こいつじゃないのかな。もう一回見てみようか、ノイズレコード。58番って言ったよね。結構下だよ。あ、今の鳥だ。鳥だわ。鳥を倒せばいいのか。ちょっと待って。誠くんを救う前に、こいつらをここのね、赤パーカーやっつけていきましょう。やっつけるというか、攻略していきましょう。やばい、すげえダメージ受けてる。待って、バッジが1個ないんだけど。バッジ、あ、帰ってきた、帰ってきた。こいつら何？バッジを盗め。こいつらバッジを盗むぞ、この鳥。やばい、すげえダメージ受けてる。連戦だからね、この、火ダメ具合はね、引き継ぐんですよね。レアメタル1個目ゲット。あと何個必要なんだろうな。多分1個ぐらいしか持ってなかったと思うから、結構ね、ゲットしないといけないと思う。待って、いないんだけど。ノイズがおらんぞ。あと2つか。5個って言ったよね、確かね。一回出ないと、ノイズがいないよ。この辺にはいないんでしょ？鳥型ノイズ。あ、いるな。めっちゃおるやん。ああ、失敗した。絶対負けないんだから。レアメタル。5個ゲットしました。これでこの上にもね、いけるんだと思いますが、いっちゃっていいのかな。3枚でよかったのか。5枚集めちゃった。この仮面を解放する。しなやかな絹。1万円をゲット。助かる。あれ ?AMX 前に繋がってる。あれ別にね、ここ、なんだろう、ショートカットだね、ただの。行く必要なかったんですね。じゃあね、忘れないように、誠くんに取り付いてるノイズね。OK。倒していきましょう。何が出てくる？犬系か。ね、この、なんていうの？山嵐っていうんですかね。こいつがちょっと戦いづらいんだな。四季専用。四季のパートナーバッジの、ブート時間が短くなる。四季のパートナーバッジ。二人でプレイモードではスキルに効果。どういうこと？どういうことかな？いやいや、落ち込んでてもしょうがない。レッドスカルバッジ持ってる。こんなバッジ、ブームになる気配は全然ない。けど、それをブームに仕立て上げるのが俺の仕事。マーケティング部なのかな、この子は。バッジ？このバッジと同じみたいだな。このバッジを流行らすのか？ミッションで使うからと思ってたのか？普通のバッジね。これじゃあみんな CM なんて見ないよ。確かに。でも、あの人はプロなんだろ？さすがに、作戦ぐらい用意してるだろ。どうかな？どうなんだろう？てんてんてん。よし。まずは渋谷の人にバッジを配って、広告塔になってもらおう。声のかけ方は、前に本で読んだ通り、フレンドリーな感じでいこう。かなりやばいです。マジかっこいいです。ありえないです。何これ。この言葉で会話を盛り上げれば大丈夫だ。すごい中身のない会話だけど大丈夫かな。CM が流れる前にバッジを広めて話題にしておけば、みんな CM を見てくれるぞ。大丈夫か？おいおい、それだけで CM を見てもらえるわけないだろ。あの口調じゃ、変な勧誘と間違われるに決まってるわ。それにバッジなんて話題にならないよ。やっぱり、誰にも受け取ってもらえない。もらえてないか。俺たちで何とかするぞ。なんだ、しきちゃんがすごいね。やる気ないよ、今回。ありえないですが、携帯に登録された。マジかっこいいです。かなりやばいです。これをどうしろと。あ、なんかやってるね。声かけてる。あ、ちょっといいですか？そうた、私、声かけられちゃった。そうだ。なんだよ、お前。なおになんか用でもあんのか。私が可愛いんだって言ってね。ね。いや、違う。違うの？あん？いやいやいや、可愛いです。いや、でも、
あ、インプリントしていくんだ、ここで。お前、自分の言葉をインプリントしろと。どうしようかな。かなりやばいです。どうしようかな。かなりやばいです。かなりやばいです。あはは。なんていうか、その、そうだ。うちの親父がやばいんです。男で一つで、俺をここまで育ててくれたのに、なんか最近、急に塞ぎ込んじゃって、このバッジの人気がないのは自分のせいだって、俺、そんな親父、見てられなくて。そんなこんなで、もしよかったら、このバッジもらってくれませんか？当たり前だ。え？お前、名前は？え、三木誠です。誠、お前、いいやつだな。うん、なおも感動。親父のためにスクランブルでバッジ配り。お前かっこいいぜ。ふん、なおも惚れた。俺たちでよかったら、そのバッジ受け取らせてくれ。は、はい。頑張れよ、俺たち。いつでも力になるぜ。よかったんだ。パパリン元気になるといいね。あ、ありがとう。え、正解だったのか、今の。なんか今日は調子がいいぞ。よし、他の場所でもバッジを配ろう。あ、なにこれ、いろんなエリアに向かっていくのか。なんとかうまくいったみたいだな。こんなバッジ本当に人気出るのかな。ミッションだからやるしかない。そうだね。うん、じゃあ次どこに行けばいいかな。どこにいるか、誠くんがいる場所を探せばいいのかな。どこに行ったんだあいつ。渋谷の方にいるのかな。この辺じゃない気がするな。こっちかな。センター街の方にもしかしている。あ、いたいたいた。よし、ここでも配るぞ。センター街。よし、またやるぞ。ネク君、ノリノリだよ。これなんだ、マブスラの男の子だね。お、あの子なら簡単にもらってくれそうだ。ねえ、君君。ああ、え、兄ちゃんあれでしょ、僕を仲間にしてくださいってやつでしょ。え、いや、いいよ。一緒に戦おうぜ。いや、違う。特技は、ランクは？いや、そうじゃなく。何？なんだ、これ何をインプリントすればいいんだ、今回は。マジかっこいいです。これにしよう。マジかっこいいです。あは、え？兄ちゃん、今週のスラッシュマン見た？マジかっこいいです。新バッジ出てたの？マジかっこいいです。そっか、兄ちゃん、はい。スラッシュマンの DVD 貸してくれたら、仲間にしてやってもいいよ。は、何スラッシュマンって。違う、これ間違った選択だったのかな。どうしようかな。かなりやばいです。もう一回行きますか。同じ選択肢はないと思うけど、かなりやばいです。あ、え、兄ちゃん、マーブルギハマどうしたの？かなりやばいです。状態は？かなりやばい。兄ちゃん、バッジは友達。ギアは自分自身だよ。俺の仲間になる前に。まずはギアをなんとかしなよ。はい。ダメだ、説教されてる。なんだ、選択肢が間違ってるってことなんだろうか。ありえないです。このままじゃ押し切られる。ありえないです。ああ、今度は何？何そのバッジ？あ、これ？ねえ、それどこでゲットした？攻撃力は？あ、ありえないです。マジで？防御力は？ありえないです。マジか。兄ちゃん、そのバッジで俺と勝負だ。え、行くぜ、レディーゴー。いや、兄ちゃん、もっと腕磨きなよ。バッジに頼ってるうちはまだまだ半人前だぜ。じゃあこれもらってくね。え、あ、うまくいったな。ほっとかよ。難しいな、これ選択肢わかんないわ。まあ、といったところでね、どうしようかな。今回は一旦ね、終わりにしようかなと思います。続きはまたね、次回やっていきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。